どうも。今回は雑談会ということで、溜まっているお便りとかコメントツイートみたいなものが結構あるので、消化していきたいと思います。プラス、なんか、ちょっと最近いろいろごちゃごちゃあったので、まあなんかダラダラ喋りながら <laughs>、はい、戯れたいと思います。よろしくお願いします。はい、早速なんですが、前回のラジオでですね、私がちょっと 冒頭でね皆さんにある謎を叩きつけました覚えていらっしゃいますでしょうか私はあることをひた隠しにしながらこの収録をしますとで来週そのネタバラシをしますっていう話をしていたんですが何をひた隠しにしていたかって言いますとなんと2回目でしたあれ意味分かりますか一応ね台本立てて私喋ってるんですよあの ipad とか iOS のメモ帳に、まあ、なんか、簡単にですよ。プロット立てて、何について喋る。ペッ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 ペ,ッペ,ッペ,ッペッって書いてあるんですけど、それ見ながら喋ってるんですが、えー、それを見ながら喋ったのが2回目だったということです。まあ、つまりね、データが消えたんですよ。ほぼ1時間。50分ぐらい喋ってるんですよ。なんて言うんですかもう、同じものは作れないんですよ。ラジオなんか。だから、データ消えたときはさ、 もう、やだなぁ <laughs>。って <laughs>、なったんですよ。めっちゃもらえましたね。なんかね。てか、データが消えたっていうか、ちゃんと音が入ってなかったっていうのが厳密なんですけど、外付けのピンマイクに向かって今喋ってるんですが、それの接続の調子が悪いと、録音してる時は波形メーターが動いているんですが、えっ、ー、と、実際に録音し終わったものを再生しようと思うと、ずーっと、 なんかこうノイズさーっていうホワイトノイズが全部入ってたっていう最悪のデータを見ましてでまあとはいえラジオだし、まあ、このラジオほぼ編集してないのでその無音の時間をカットするとか噛んじゃったところをバシバシ切ってるだけなんでまあ簡単なんですよ編集すんのだからまあいつも金曜日に動画上げてるので当日中に金曜日のね 金曜日の朝とかに撮っちゃって、昼に編集して、夕方5時にいつも出してるので、その時間に出せばいいやって思ってたんですけどね、全く気持ちが、なんかね、乗ってこなくって、金曜日。もうね、びっくりすんの、本当に。何にもないんですよ、その日。あの、毎週金曜日は仕事入れないようにしてるんで、一応、一日フリーなんです。一日あったら何でもできるじゃないですか、別にやりたいこと。サムネイルも作れるし、ね、台本も書けるし。 収録もできるし、編集もできるし、何でもできる日なの。とてもクリエイティブに向いている日なの。なんだけどさ、なんかびっくりするか、するくらいさ、朝からテンションが上がんなくって、まあ私もともとテンション上がったりさ、スイッチ入ったりするの遅い人なんですけど、なんかいかんせん昼になってもなんか、えー、なんか全然収録する気になんないなと思って、 あれ、なんかえ、昼過ぎたけど、まあご飯も食べたけど、うーん、全然なんか、なんでこんなに腰が重いって思って。で、眠たくもないんですよ、別に。眠くもない、睡魔もない、疲れてるわけでもない。でもなんかね、心がとても、ズーンって感じ。<laughs> 自分でもどうしたんだろうって思って。 でね、もう、あまりに気持ちが入らなくて、その日にね、ツイートしたんですよ。特に何があったわけじゃないのに、今日は全体的にダメな日だと。で、致命的だったのがね、その日の夜に作った晩ご飯が、個人的にもう大失敗だったんです。別に何、何家族は、いや、そんなことはなかったぞって言うんですが、もう私的にはもう大失敗だったの。なんかうまくいかなかった。私はご飯も作れないんだ。一日クリエイティブのためにの、 一日があったのに、クリエイティブな活動もせず、で、家族へのご飯を作るというタスクも失敗し、もう何も生産性のない、もう何の役にも立たない人間だって、なんかそこで思っちゃって。<laughs> やばいっすよね。<laughs> めちゃくちゃ、なんか後ろ向きで。でも、もう私はダメな人間なんだ。<laughs> 思っちゃって。 あの、そのダメな人間感を割と減らしたつもりだったんですよ、あのツイートは。でもなんか、あの、ひたすらに落ち込んでたんですけど。そしたらね、あの、めっちゃ優しかったのあの、石沼太郎さんっていう方がね、ツイートで、今日気圧めっちゃ低いのでそのせいです先生のせいじゃないですって言って、慰めてくれて、結構それね、救われたんですよ。 あ、私のせいじゃないんだ。これは低気圧のせいなんだって思えてめっちゃ嬉しかったんですけど、結果的に言うとね、低気圧のせいでも、私のせいでもなかった。あのー、PMS でした。月経前症候群でした。あの、翌日にね、あの、生理が来まして、なんか、私予兆がほぼない人なんですけど、なんか、腰が重いなーって、たまにあるんだけど、ない日も、ない月もあって、予兆がね。で、なんか、 男性の方ピンとこないと思うんですけど、あの、PMS ってね、その、生理来る直前までものすごい気分がもう不安だったり、なんかブルーになっていったり、まあ人によってちょっと違うんですけど、まあ私の場合はものすごいなんかもう絶望ですよね。なんか何もかもうまくいかない、自分は役に立たないみたいな。もうなんか自己否定に苛まれて、すごく気分が沈んでいくタイプだったみたいなんですが、あのね、生理来た瞬間に、その、なんていうの、落ち込みがね、何にもなくなるの。 昨日までの自分は、全くの別人格っていうぐらい、その気持ちが、もう綺麗さっぱり、ファーって水に流されて、おはようございますっていう気持ちになるんですよ。だから、今普通に収録できてるんですけど、本当にそういう日ってね、ダメな日ってあるんだなっていうか、久々にそんなダメな日を体験したわって思って。なんか、頭をジャックされた気分でしたね。全然知らない、落ち込みがちな人格に。脳内ジャックされちゃって、 っていう感じでした <laughs> いやー、というわけでちょっとなんか配信日がぐちゃぐちゃになってて、まあ個人的にはちょっと、なんか、ね、できるだけ毎週金曜日に配信したいし、まあ遅れても土曜日、翌日には配信したいって思ってるんで、ちょっと遅くなりすぎちゃうの嫌なんですけど、まあそういう時もね、たまにはあるよねっていうことで自分を許していこうと思っております。はい。うん。あ、そうだ、そのデータが消えた。 っていう風ででね消えたつながりでもう一個ねちょっと喋っておきたいことがあるんですよ。実はねもう一つね収録音源消えたやつがあってそれについてちょっと喋りたいんです。もうそれはめっちゃ落ち込んだの。えー、っと。 今、ポッドキャストとか、スポティファイで聞いてる方は、あんまわかんないと思うんですけど、今このチャコラジの無印版を配信してるのは、YouTube の方なんですが、で、もう一個の方、サブチャンネルの方では、チャコラジ EX っていうラジオを作ってて、そっちはなんか、もゲスト会とか関係ない、好きなことやろうっていう <laughs>、あの、むちゃくちゃやってるラジオがあるんですけど、で、そっちの回で作ろうと思ってた新しい企画、新しい部活があって、 んですがそれのの最初の回をね何時時間間だっっったたあれちょとがあったんですよそれがまた音が入ってないパターンでもう最悪ですよ。でそれがね何の音源かっていうとちょっと昔の話になるんですが「茶子先生の宿題」っていうコーナーを作ったんですがでそこではリスナーからの無茶ぶりを募集してで私が定期的にそのタスクをこなしていって。 宿題を提出して消化していくっていう、まあ、コーナーなんですけど、で、そこに応募してもらった宿題のリストの一つにね、えっ、ー、と、ポケモンの鳴き声を151匹分全部聞き分けられるようになるっていうタスクが一個あったんです。で、それがあまりにも、もうなんていうの、タスクとしてデカすぎるから、そのコーナーの中でやるんじゃなくって、 チャコラジ EX の方でもやっちゃおう。一つの部活として立ち上げて達成しちゃおうっていう風に考えてたんですよ。それの名前がね、生物部だったんです。当てろ、生物部っていう企画を立ててたんですよ。まあ、ポケモンってね、架空の生物なので。あの、生物部っていう名前を立てて、その中で、えっ、ー、と、ポケモンの鳴き声を聞いてさ、この鳴き声はピカチュウです。 この鳴き声はベトベターですみたいな15。151匹全部聞いただけで、ポケモンの名前全部当てられるっていうのができるようになるまで修行するっていうね。目指せ鳴き声マスターをやろうと思ったんですけど。それのデータがね、全部消えたの。本気でやったんですよ。本気で当てに行って15、151匹の鳴き声をとりあえず全部聞くっていう回を取ったんですよ。全部消えたの。どんだけショックだったか。 はかり知れないですよ一人でさ、一人でさ、作業部屋にこもってさ、ポチポチボタン押してさ、ピカチューみたいな、まあ、ほんはこんな声じゃないですけど、なんか、ビキ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 みたいな声なんですけど。<laughs> それを聞いてさ、この、なんか、このポケモンはこういう泣き声ね。あしよし、あ、さっきのあれに似てるなとかさ、一人ごとめっちゃ言いながら収録してさ、で、いざ蓋を開けたらさ、何にも音が入ってない。さーっていう音しか入ってない。もう最悪よ もうめちゃくちゃ疲れたわけその収録した後。ああ、もう達成感、達成感と思って。編集するのが楽しみだわ、あははと思ったのにさ。いざ蓋開けたら何にも音が入ってない、こんな悲しいことはないってやつですよ。はあーと思ってね。で、ただね、まあ、こんな私の収録の落ち度で、じゃあもうこの、この宿題パスっていうのは、ちょっとあまりにもなんか、ね、自分勝手じゃないですか。 自暴自棄でね。<laughs> 勝手に企画、せっかくリスナーがさ送ってくれたのにさ、もうそのやつやりませんっていうのさ、ちょっと自分勝手すぎるからさ、まあちょっと、その収録失敗してからさ、だいぶ時間も経って傷も癒えたんで、まあ初心に戻って、このチャコラジ無印のコーナーの中で、やっぱりやっていこうよっていうふうに今思ってます。なので、今日からですね。 チャコ先生の宿題コーナーから派生したミニコーナーとしまして、目指せ鳴き声マスターっていうのをやっていきたいと思います。イエーイイエーイはい。えー、チャコラジ無印の中だけでですね、今週から毎回10問ずつ、えー、ポケモンの鳴き声のクイズがね、あの、出るサイトがあるんですよ。そのサイトでなんかクイズを出してくれるんです。10問ずつ。で、なんか鳴き声がいちいち鳴るんですけど、で、 えとなんか3択ででねそのポケモンが出るんですよ例えばなんかピキキーみたいな鳴き声があったとして <laughs> ピキキーって鳴くやつはいないんだけどであのその鳴き声ボタンの下にねポケモンが3匹ピッピッピッって並ぶんですよピカチュウカイロス何ケンタロスみたいな何でもいいんだけど並ぶんでその鳴き声だと思うポケモンを選ぶんですよっていうのが10問出るんですねで10問立て続けにやった後に最後になんか 正解だったかどうかっていうのが丸抜でババババババってなんか丸付けしてくれるんですっていうのをやってくれるサイトがあるので、まあ、それを毎回10問ずつやって、まあ、150匹 ?151 匹かごめんなさい151匹正解して鳴 <laughs> き声マスターを目指そうっていうのをやりたいと思いますただねこのチャコラジねチャコラジ無印版はねあんまり頻繁にやってないので あの、単純計算で15週間、15週分かかるんですよ。で、下手したらさ、1年ぐらいかかるかもしれない <laughs>。ですけど、まあ、まあ、地味にね、地道に、ちょ、鳴き声マスター目指していきたいと思いますんで、はい、ちょ、見守っていて、いただきたいと思います <laughs>。マジ、マジ、文脈ないとさ、え、この人さっきまでゲストの話してたのに、突然なんかポケモンの鳴き声当てクイズ始めたみたいなのありますけどね。 まあそういうカオスさも楽しんでいただきたいなと思いますので、早速いきたいと思います。皆さんもちょっとやってみたい方はね、自分のスマホでできるんで、ぜひやってみてください。ポケモン大好きクラブっていうポケモンの公式が出してる、えー、サイトで、目指せ鳴き声マスターって言ったら出てきます。はい。では、えっ、ー、とね、難易度別クイズっていうのがあって、初級、中級、上級、それぞれ50問ずつ分かれてます。 で、それとは別に150問連続クイズってやつもあるんですが、これをちょっと今やると大変長くなっちゃうので、やっぱりね、10問ずつでやりたいと思います。というわけでじゃあ初級クイズいきましょう。第1問。聞こえたこれ聞こえたこれ聞こえるんかもうちょっと音を上げますね。これはね、簡単ですよ。えー、下にね、3択出てます。ドグクラゲ、ビードル、 怒り猿。あ、これ初代しか出ません。初代の151匹です。これ簡単でしょ私はね、録音データ消えたけど、一回151匹の鳴き声全員聞いてるんで、これはわかるよ。これ怒りざるだよ、多分。怒り猿。えー、格闘タイプの。えっとね、なんか、これ、豚猿ポケモンだったかな。お猿さんの手がね、グローブがついてて、いつも怒ってるんですよ、こいつ。多分こいつね。 今選びました。すると、第2問が出てきましたので、鳴き声ボタン押します。聞こえたもう一回行くよ。はい。3択は、フリーザー、イワーク、目のクラゲ。うわ多分ね、フリーザーだと思う。ちょっとなんか、 氷ポケモンっぽくない鳴き声が。目のクラゲ結構、結構キモかったし、イワークももっと声が低いイメージなので、多分フリーザーでしょう。はい、行きまーす。フリーザーで選択。はい、第3問。鳴き声鳴らしまーす出た。出た出たこれは有名。超有名。3択ね。マタドガス、モンジャラ、ルージュラ、ね。ルージュラでしょ、こんなもんね。ルージュラしかありえないでしょ。 あの、ルージュラね、確かですけど、ポケモン初代の鳴き声の中で、一番長い鳴き声じゃなかったかななんか、2秒ちょっとあるんですよ。で、ポッポがね、一番短いらしいですよね、鳴き声が。これも、このサイトのコラムに書いてありました。じゃ、ルージュラで選択します。え、なんか選択肢被ってる。ルージュラがもう一回いるな。これ、サービス問題ですね。鳴き声鳴らしますね。 三択がカブトプスかルージュラかガルーラですえー、どっちだろうねカブトプスかガルーラですよねうわーこれ分からん覚えてないどっちだろうちょもう一回鳴らしますねどっちだと思います私カブトプスだと思うなガルーラってねカンガルーンみたいなポケモンでお腹に赤ちゃんが入ってるポケモンなんですよだからガルーラにしてはちょっと声がきつすぎない カブトプスってなんか手がカマになってる化石ポケモンなんですよ。だからなんか攻撃的な感じがするじゃないですか。だからカブトプスだと思う。<laughs> こんな論理的にやるクイズじゃないんだけどな、これ。めっちゃ消去法でやってるけど。まあ、カブトプスでいきましょう。はい。第5問。お、え、鳴き声鳴らします。うわこれなんだっけ ?3 択言いますね。スピア、ゴース、バタフリー。 えーちょっと待って、めっちゃ悩む。もう一回。ゴースじゃないこれ。ゴースっぽくない最後さ、ブワーって言ってんのと、最初のなんか、ピロリピロリみたいなやつが、なんか不気味な感じがしませんゴースにします。君に決めた。はい、第6問。鳴き声鳴らします。出た。肝。 ナッシーかズバットかヒトデマン。これナッシーですね、多分。ルージュラの音源をちょっと低くしてあるような感じですよね。めっちゃキモいですね。トンタ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 ン,ン。これナッシーだと思うな。はい。次。第7問。おこれはサービスではえっ、ー、と、3択がルージュラか、鬼スズメか、ピジョン。ルージュラはさっき出たから違うとして、鬼スズメか、ピジョンだろう。 うわー、ちょっと待って、ピジョンじゃないかっこよくないピジョンの方が。ピジョンっぽくないほら、ピジョーンって言ってない <laughs> ピジョーンって言ってるよね。これはピジョンだろう。鬼スズメはね、気性が荒いんですけど、なんかどっちかっ,つって言ったらなんかちょっと悪、悪そうなポケモン、悪そうな顔をしてて、ピジョンはね、割となんか、正統派な鳥なんですよ。どっちも鳥ポケなんですけど。ピジョンっぽいっすね。ちょ、ピジョンでいきます。 これ勘ですね。第8問。鳴き声はこんな感じ。うわ。3択が、スターミー、ゴルバット、またドガス。スターミーじゃないブリ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 ってなんか、汚い音ですね。ブリ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 にしか聞こえんな。ブリブリスターミーでいきましょう。はい、行こ9問目。 なんか似た鳴き声だなもう一回いきますね。なんかやかましいですね。三択が、ファイヤー、フリーザー、サイドン。フリーザーはさっき出たっぽいから、ちょっと除外するとして、ファイヤーかサイドン。ファイヤーっぽくないうわむずいえぇ、ー、どうだろうちょ、もう一回。うん。サイドンってなんかね、 どんくさそうなんですよ。なんか、どんくさそう。恐竜みたいな形の足が太くて、なんか、横に太い、ドスンってした感じのサイドーンみたいな見た目なんですけど <laughs>。これポケモン知らん人全然伝わらんけどね。サイドーンっていうポケモンで、で、ファイヤーは伝説のポケモンの、あの、炎タイプのポケモンなんですね。 ま、別名、にらみつけるさんっていうあだ名があるんですけど、まあ、これはね、ちょっと別のラジオで喋りたいと思います。もう一回鳴き声鳴らしましょうか。やっぱちょっとかっこいいもんね。ファイヤーじゃない伝説のポケモンっぽくないこれにしましょう。最後、10問目です。えドゥバン !3 択がズバットかライチューかゴーストです。 ライチュウは多分違うね。電気っぽさがない。ライチュウ電気ネズミポケモン。ピカチュウの進化系なんですが、なんか、あれですよね。電気っぽさないよね。だからズバットがゴーストだと思うわけ。ただ、ズバットは、なんかね、超音波出すコウモリポケモンなんですよ。だからなんか、キン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 みたいな音が確か入ってた気がする。というわけで消去法でゴーストではないかなと思いますので、ゴーストを選びます。はい。 というわけで今、えー、10問全部選びました。答え合わせのボタンを押します。10問中何問正解か。結構自信あるな。8問は正解してると思う。いきますよ。押します。ピッ。はぁ <laughs> すげえ !10 問正解ちょっとスクショ撮っちゃおう、スクショ撮っちゃおう。ピッ。イエーイすげえ !10 問全部正解。え、やばくないやばくないえ、めっちゃ嬉しいんだけど。<laughs> え、やばえ、これすごくないすごくない全然伝わってないよね。え、めっちゃ嬉しいんだけど。やば。えーっと、今ね、50分の10って出てますね。初級編が50問あって、そのうちの10問正解だよっていうことです。やったえ、出だし、好調ですね。これランダムで出てるので、なんか難易度別とかでは多分ないと思うんですよ。だから、なんて言うんだろう。いけそう <laughs>。いやー、ちょっと、 データを失ったけど、1時間ちゃんと151匹の鳴き声を覚えようと思って聞いたので、そ,その練習の成果が出てますね。その,そのデータボツになってから、えー、1ヶ月以上経ってるんですけど、1ヶ月経ってもなんとなく分かってるのすごくないですかこれはちょっと幸先いいですね。はい。というわけで、えー、と、次のね、チャコラジでは、十0ん ?11 問目から20問目にチャレンジするっていうふうになります。 はい。というわけで、目指せ泣き声マスターのコーナーでした。<laughs> はい。<laughs> はい。ということで、えっ、ー、と、お便りに <laughs>、お便りに行きたいと思います <laughs>。全然というわけでじゃないんだけどさ <laughs>。はい。えっ、ー、とね、まあ、今回は、あの、一応雑談会プラス、あの、お便り紹介のあれにしようと思ってるので、お便りの紹介も、まあ、メインではありますのでね、こっから本題です。 はい。えー、っと、結構溜まってまして、まあ、それについてね、いちいちちょっと喋っていこうかなと思っています。まずはね、ツイート系からね、いきたいと思います。チャコラジのハッシュタグつけてくれたり、リプライつけたりしてもらったツイートね、紹介します。まず、んー、どうしよう。これは名前隠しておいた方がいいのかな。あの、引用リツイートいただきました。 名前が短縮されてるので読まない方がいいかな。C さんにしとこうかな。<laughs> 若葉マークの C さんにしておきます。前回のキャオさんのゲスト会の時の陰よりツイートいただきました。動画多分見終わってくださった後で、面白かったそうだよね。歌詞難しいなって思ってたの。私だけじゃないよねって思いました。笑いっていうふうに <laughs> いただいています。ありがとうございます。あのー、 動画のトークの内容について触れていただきました。いや、なんか、共感して聞いていただいたんだなっていうのがすごく分かって、めちゃくちゃ嬉しかったですね。で、その後私が嬉しくってリプライ飛ばしたら、最近はラジオよく聞いてるよっていうふに <laughs> 教えてくれて、かっこ、今回の分も楽しみっていうふうにいただいてて。だから、 エピソード13の収録裏話の回ですね。これを楽しみにしてくれてるっていう意味だと思うんですが、聞いてくれたかなありがたいですね。でも、なんか私さ、聞いて欲しいなとは思いつつさ、こ、こんなラジオを聞いちゃいけないだって、思ってる節もあってさ、ちょっとなんか、なんていうんですか、配信者のジレンマみたいなやつなんですけど、聞いて欲しいとは思うんだけど、こんなラジオで、あの、貴重なね、 人様の時間を浪費させてしまっては、申し訳が立たないなみたいなところがあるんですけど、じゃあ誰に聞いて欲しいんだっていう話になってくるんで、ちょっとこれ以上の言及は避けますが、まあっていうぐらいね、ほんとしょうもない戯言ごとをね、ぶつくさぶつくさ言ってるだけなんですが、まだ聞いていただいてるようで、ありがたいです。ツイート、ありがとうございました。続きまして、クラビーさん、ありがとうございます。最近、これすごいですよ。 峠校の自転車で聞くようになりました。やばくないだから、学生さんですよね。えー、参加型っぽさがあって素敵です。ありがとうございます。あと、茶子先生の行動力すごいなと思います。てんてんてん、びっくり。全部聞き終わったら、なんか送るつもりですってくださってます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいですね <laughs>。多分クラビーさんは、完全になんか、なんていうの 多分、ラジオ経由か you 経由、YouTube 経由か、なんかで知ってくださったと思うので、私のコンテンツを通して、えー、知ってくださったっていう方だと思うので、めちゃくちゃ嬉しいですね。っていうか、このラジオね、このラジオさ、ラジオって言っていいか分かんないじゃないですか。だって BGM ないし、えっ、ー、と、SE はほぼないじゃん。最初の、チャコラジだけでしょあれ以外ずっと私喋ってるんですよ。だから、 結構きついと思うんですよね、陶下校で聞くのって。耳キンキンしてくると思うし、飽きてくると思うんですけど。えまさかね、陶下校で聞く人いるなんて。はい。で、多分参加型って言ってんのは、あの、このコーナーとかのことだと思うんですよね。とか、なんか、えっ、ー、と、チャコラジ EX の方では割と、その参加型っぽさが強いと思うので、そっちの話でもしてくださってるんだと思うんですけど。<laughs> ありがたいですね。 なんか、なるべくね、そのリスナーさんにいっぱい私はいじめてほしいと思ってるし <laughs>、私で <laughs>、私を通してね、遊んでほしいと思ってるので、ぜひ、ボコボコにいじめてほしいなと思っております。私、行動力すごいらしいですね。よく言われるけど、私は全くそんなことは思わない。あのね、多分クラビーさんにもね、リップで返したと思うんですけど、その私はね、普通は行動する前に、 これはやってもいいことなのかどうかとか、その考えるターンが必要だと思うんですね。なんか計画するみたいなターンが必要だったり、ちょっとなんか判断に、判断するための材料を探すターンが皆さん多分あると思うんですけど、そういうフェーズを全部すっ飛ばしちゃうんですよね、私は。<laughs> だから考えがないんですよ。考えなしなんですよ。それをいいように行動力があるって取ってもらってるだけっていう感じだと思うので。 <laughs> だから短所ですね。短所のね。短所と長所は裏返しって言いますけど。まあ、それの最たる例ですね。しかも全部聞き終わったら、お便りを送ってもらえるらしいですが、実はこのチャコラジね、お便りフォームもあるんですよ。<laughs> 皆さん知らないかもしれませんが、お便りフォームも一応あるんですよ。あの、Google フォームもありますし、メールでも届きます。チャコラジアットマーク Gmail っていうメールアドレスでも届きます。 クラビーさん、楽しみにしております。よろしくお願いします。とか言ってね、この回にたどり着くまでに離脱されている可能性もありますけどね。<laughs> はい。えー、ありがとうございました、クラビーさん。続いて、マボさん、いつもありがとうございます。これはね、ツイートにがっつり、チャコラジハッシュタグつけていただいてのツイートです。免許更新してきた。あの、免許更新の時にもらえる、 事故防止のハンドブックの写真と一緒にツイートしてくださってました。車で片道1時間40分。音楽もいいけど、ラジオっていいなーって書いてもらってます。マ、ま、ボさんは、あれですね、ドライブ中にこれを聞いてくださってるっていうのをね、おっしゃってたので、それをね、報告してくださっているみたいです。やっぱり、あれですね、皆さん。 移動中に聞くのが多いですね。私も車でラジオを聞くことが多いので、あの、ポッドキャストで聞いてる番組が何個かあるんですけど、そうそうそう、車の移動中に聞くのいいですよね。それのお供にしてもらえるのめっちゃ嬉しいです。私のこのラジオね、イヤホンで聞くのに耐える音質ではないなと思ってるので、車だとなんかタイヤの走行音とかあって、ある程度私のラジオの音質の悪さが、その走行音で 隠されるのかなと思って。だから、車で聞くぐらいが一番いいかもしれないですね。ありがとうございました。引き続き聞いていただけると幸いです。あ、それでですね、えーっと、もう一個今日の目玉よ。えーっと、なんとですね、このチャコラジへの初めてのカンパをいただきました。これもマボさんからです。ありがとうございます。で、実はもう、カンパ自体はしてもらってるんですよ。 何かっていうと、あの、ゲストの予習代ですね。推し授業に出ていただくゲストさんが好きなもの、なんか漫画作品とかアニメとか映画とか、それを予習するときにどうしてもお金がいるっていう場合に、えっ、ー、と、使ってねっていうカンパは、実はね、もう出していただいてるんですよ。ありがとうございます。で、なんですけど、それとは別で、チャコラジに使ってねっていう方でいただいてるのが今回のカンパです。Amazon ギフト券の あの、e メール版の方でね、送っていただいて、メールアドレスで打ち込むと、もうその場でアマゾンギフト券のポイントが送られるんですよっていうシステムがあるので、郵送手続きもないし、ハンドルネームで送れるっていう手続きがあります。で、えっ、ー、と、チャコラジのこの企画の方に使うお金にカンパしていただく場合は、チャコラジアットマーク gmail.com の方に送っていただくと、このラジオの方の企画でね、使わせていただくお金としてプールいたします。で、逆にゲストの予習代としてカンパしたい場合は、ちゃこ先生アットマーク gmail.com の方にカンパしていただくと、そっちにプールします。だから、送り先によって使い道変わるので気をつけてくださいね。よろしくお願いします。 でですね、えー、っと、今回購入したものが実はもうあるんですが、ずっと欲しいって言ってたのが、あの、カウンターですね。えー、っと、交通量調査とかで使うカウンターです。あの、カチカチカチってやるやつです。で、あれなんで欲しいかっていうと、チャコラジ EX の、えー、カム噛な演劇部っていう部活が、企画があるんですけど、そこでどうしても必要。その、噛んだ回数をカウントするために必要。 で、もうめちゃくちゃ使うので、それは絶対にいるっていうことで。で、もうね、そのカウンターがないとできない企画がもう今、てんこ盛りになってて、もう台本だけは積み上がってるんですけど、カウンターがとにかくないとね、できないんですよ、それ。めちゃくちゃ不便なので。で、そのカウンターはもう買いました。が、えーとね、普通のやつね、私が欲しかったやつ買おうと思ったら、めっちゃ送料持ってかれることが判明したので、カウンターが1000、 500円ぐらいだったんだけど、送料500円取られるって書いてあるから、いやいやそんな嫌だしいと思って、なんかちょっと安いカウンターにして、その代わり、えっ、ー、と、めっちゃ届くのが遅いっていう風になって、カウンターが届くのがね、5月の7日ぐらい。なんかそれぐらいの週で。で、だから今、カウンターを届くの待ちです。で、それとは別で、もう一 将来的にねその演劇部のやつで使う道具がねストップウォッチを考えてまして、えー、とそのストップウォッチは送料なしで早く来たのでもう私の手元に今ありますなのでちょっと今からその開封をねしたいと思います、はい、今手元にそうですねどれぐらいのサイズかなちょっと大きい辞書より一回りでかいかなっていうくらいの、えー、とサイズのねめっちゃなんか 薄い軽い小包みがありますちょっとオープンしますねちょっと開封する前に写真撮っとこうかなはいじゃあ開封します おお <laughs>、スタップウォッチそりゃストップウォッチだわな <laughs>。袋開けたらそのままポーンって入ってたあ。よかった、思ったよりしっかりしてそう。よし。なんかね、別に100均でもいいかなって思ったんですけどね、100均のストップウォッチさ、昔買ったことがあるんですけど、すんごいチャチーノ。 ボタンすぐ取れちゃうんじゃねえのっていうぐらいちゃっちいやつだったんで、ちょっと壊れたら嫌だなと思って。お結構な音で鳴るね。オッケーオッケーいいですね、いいですね。ボタンが結構グッと押さないと。いいですね。ちょっとこれ黙らせたいんだけど、あれかな消音機能はないのかなへえ。ー。あ、カウントダウンもできると。 あ、これいいですね。これはいい。これはいい。これはとてもいい。なるほど。いいですね。<laughs> いいですねしか言ってない <laughs>。いやー、ありがとうございます、マボさん。これで、あの、企画の幅が増えるので、圧倒的に。その、毎回使うかどうかは別としてね。結構、ストップウォッチはサブで使うアイテムかなと思ってたので。手元に、今あるのとないのとでは大違いなので、ありがたいです。 で、あの、カウンターもさ、ストップウォッチもさ、スマホ使えばいいじゃんって思うかもしれないんですけど、結構ね、あの、私、なんていうんだろう、今これ収録してる時に、iPad に外付けマイクをブチって挿して撮ってるんで、その iPad はまず使えないじゃないですか。で、手元にスマホがあるんですけど、そっちで iPhone で台本、<laughs> iPhone で台本だって違うって、台本ね。<laughs> 台本を、 見てる時もあるので、その企画中に台本見つつカウンターを触らなきゃいけないっていう場面になるとどっちも使わなきゃいけないんですごく不便なんですよ。だからもうストップウォッチはストップウォッチ単体であった方がめちゃくちゃ便利ですね。あとなんか単純にさ、ストップウォッチだとさ、握れるじゃん。握って親指のところにボタンが来るけど、うん、とスマホのさ、 ストッップウォッチってさボタンじゃんしかも画面で平面じゃんだから押せなかったり滑ったりするんですよね押し忘れが発生するのがすごく嫌でししかもなんか音量設定によっては押したかどうかが分かりにくいっていうところもあってやっぱりそういうのはアナログがいいのかなって思ってるので今回はね買わせていただきましただからカウンターの方も届きましたらね 早く使って企画をね、やりたいなと思ってんの。めっちゃやりたいのあんのよ。ちょっとまだ言わないんだけど。<laughs> 楽しみですね。<laughs> はい。というわけで、マボさんありがとうございました。また、カウンターの方もね、開封やれたらいいなと思っております。はい。ちなみに、余ったお金200万円あるんですが、そのお金はえ、そのままプールさせていただきますので、引き続きカンパ募集しております。よろしくお願いします。 え続いてですね、キャオさんから今度はメールでのお便りいただきました。ありがとうございます。キャオさん前回のラジオの時にも紹介しましたが、あの、キャオさんは推しがさ、いっぱいあるわけですよ。で、とにかくね、めちゃくちゃ大量の推し漫画の話、推し作品をね、送ってくれてます。ちょっと読みますね。 原文ままで喋っていいですか他のラジオだったらね、カットするかもしれないけど、私はカットしませんよ。いきますよいきます漫画オタク Y。青野くんに触れたいから死にたいという漫画読んだ段んやが、最近でダントツでいい。内容は、純愛がベースにあり、濃いめのホラー。スパイスにエロと人間の闇がある感じ。意味不明。閉じ。 濃いめのホラーと書いたが、お化けがドーンって出てくるわけでも、グロなわけでもない。ではなぜ怖いのか。そこが作者の天才ポイントなんだよな。えー、最初の方はギャグっぽいけど、だんだん面白くなってくるからぜひ読んでほしいまだ未完だけど、えー、ここまでが一つ目のタイトルですね。あともう一個あるそうです。 あと、二押し漫画が、少年のアビスってんだけど、こちらもまだ未完結だが、今んとこ超うつ展開漫画で救いようのないのに、みんな繊細で綺麗で、わしの大好物意味不明、過去二回目、過去こ <laughs> いいっすね。えちなみに、この作者さんの有名なやつに、姫めごとって、 っていうのがあるけど、これもまた途中で救いようがなくて、鬱つ展開だけど、最後は綺麗にまとまってて、救われる。セクマイにも結構突っ,込んだ突っ込んだ内容になっており、主人公たち、女子高生、失礼しました。主人公たち女子大生なんだけど、歳の近い私が見ても、等身大でリアルだなぁと思える。こちらは完結してる。なるほど。どれかハマってくれたら動画で対談したーいキャオより。ということでした。 えっと、今紹介してもらったやつが、青野くんに触れたいから死にたいってやつと、少年のアビス。で、同じ作者さんで、ひめごとですね。これ、どれも知らないな。ひめごとはね、タイトルだけ見たことがあるかもしれないけど、本当に漫画読まないんですよね。で、これはもう N 回目で申し訳ないんですが、あの、私はですね、ちょっとマジで読みたいんですけど、ま、いかんせんね、常にお金がないわけよ <laughs>。 今自由に使えるお金は、私は皆無なわけなので、とまあ、これは多分ゲストの予習代に当たると思うんですよ。あの、ハマってくれたら対談したいって書いてあるのでね。ということで、ちゃこ先生、アットマーク、gmail.com の方に送っていただいたカンパ。こちらに溜まっているお金を、えー、とこれらの作品を読むお金とかに使えるので、ぜひね、自分はゲストに出演するのはちょっと、 でもこの企画、この動画を応援したいって思ってくださってる方は、こちらのメールアドレスの方に乾杯いただけますと、私がこう時間を見つけて作品を読んだり、触れたりすることができるので、もしよろしければ乾杯の方よろしくお願いいたします。あ、そうだそうだ、ちなみにね、えっ、ー、と、一件ゲスト募集のやつで乾杯いただいてまして、ちょっとこれも紹介しますね。えー、リクさんです。 リークさん、以前ね、来ていただいたゲストさんなんですが、だいぶ前にもらったけど、アマゾンしてないので使えるかわかりませんが、使えるなら少しだけですが、って言ってあの500円分のアマゾンポイントを寄付していただきました。ありがとうございます。こちらのお金はゲストの予習代として使わせていただきます。ありがとうございます。引き続き、カンパの方よろしくお願いいたします。 はい。というわけで、ちょっと長くなってしまいましたが、今回お便り、ツイートなど、石沼太郎さん、若葉マークのしーさんね、えー、クラビーさん、マボさん、リクさん、キャオさん、本当にありがとうございました。またお便りがたくさん溜まってきて、一気に消化する回っていうのも設けたいなって思っておりますので、ぜひお気軽にコメント、感想をお寄せください。 そして今、じわじわと溜まってきているラジオの台本。<laughs> 早くね、形にしたいなって思ってますので。じゃあ、ゴラジ EX の方で新しい企画、新しい部活が立ち上がるのを楽しみに待っておいていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい。それでは本日は以上です。ありがとうございました。では、また次回お会いしましょう。バイバーイ。